品川区の東京シティ競馬では戦国絵巻を再現する勇壮な騎馬武者が登場しました。競馬場に現れたのは福島県南相馬市を中心とした伝統文化行事で、国の重要無形民俗文化財になっている相馬野馬追の騎馬武者らです。今回で19回目となる東京シティ競馬での相馬野馬追は、白鉢巻きをした若武者たちが旗差し物をなびかせながら疾走する甲冑競馬が披露されました。これ見に来たんでよかったです。また伝統的なもんだからまた続けてもらいたいと思います。また場内では東日本大震災からの復興を支援する募金活動も行われました。